にちは、はじめしゃちょーです。みんなからすごい来たんですよ、白猫テニスをぜひやってくださいとか面白いですとか来たんですけども、俺はこの撮影のために今まで我慢してました。初見でございます、白猫テニス。ようやくリリースされました。ちょっとまだルールも何も分かんないんですけど、とりあえずちょっとやってみましょう。やばい、本当に初めてけどすごい面白いって話はもう皆さんからツイッターとかで聞いているので、ちょっと楽しみでございます。じゃあ早速やってみましょう。来た来た、うわ画質が、おお、ほうほうほう、これがコートだね。おお、主人公とその相方、すごいな。服装が、あの白猫プロジェクトの時の服装を意識したテニスの服です。あ、キャトラちゃん、うわこれは楽しみなんですけど。おお、飛行島に作ったんだね。チュートリアルよ、ついてきなさい。わかりました、動いてみよう。多分プニコンだからスライドして、あ、オッケー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 、ちょろいぜ、打ち返そう。おい、どうどうどう、ほっ、あらら、白い枠にボールが来たら打ち返すと、来た瞬間に、おし、おーし、オッケーオッケーオッケー。ふん、あ、試合、早く試合したい、試合したいよ。マットを狙って打ち返す、難しい、そんなことできんの。おーっと、あ、フリックか。オッケーオッケーオッケー。こうするとカーブっていうか位置が変わりますね。動いてると、わー、俺できるかな。うわうわうわ、ハット、ほ、ハットって何。前でよ、前、ほっ、オッケー、天才天才。オッケー、いい動きだね、やるじゃないの。サーブを打とう。うわ、打てんのかな、上に投げてからでしょ、多分。タップ、トスして、で、ボールの周りが青くなったらタップ。赤ならより速くなるわ、と。なるほどね。おしよしよしよし。なるほど。基本的な操作はこれで完璧だと。スマッシュ？チャンスマークが出ると、マークの上に立ってタイミングタップを押すとスマッシュが打てると。なるほど、そう、実際にスマッシュ打ってみましょう。あ、なるほどね。相手がヒョロヒョロボール投げてきた時に打てばスマッシュですね。オッケー、チュートリアル終了です。多分これで皆さんも基本的な動きは分かったと思うので、こっから俺の腕が試されるというわけだ。よっしゃ、壮大なテニスだな、これはまた。というわけで、白猫プロジェクトのキャラクターのみんながテニスをするというアプリになっているらしいです。おお、なんかすごいね、綺麗だな。誰？見ない顔だな。お前、名前は？始めたそう。俺はコータだ。よろしくな。はい。なあ、いきなり試合か。よし、任せ、僕がもうコートをぶっ倒しますから。すごいな、なんかグラフィックがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。1ゲーム選手で勝利、コートレベル7、相手試合中2失点以内で勝利、トップスピンを1回打とう、グッド以上1回打とうというわけで、何個かミッションがあるみたいですよね。それを達成して勝つという感じでございます。ソウルボードで覚醒進化すると、ほう、白猫テニスにもソウルボード機能がついているらしいですね。おお、来た来た、緑色のバーがスタミナ。なるほどね、コートによってキャラクターの強弱が、ほっ、やばいやばいやばい、スマッシュが来るか、大丈夫、ナイススピン、あ、ヒッヒッ、うー、くそくそ、許さねえぞコータ、あれ俺が取ってんじゃん、ほっ、お、あ、きゅ待って、俺下手くそすぎじゃない、走れ、あー、今のは、あ、コータがアウトしたんだね。あの瞬間で2回振るって俺の高等テクニック、ドロシアウト、全部コートアウトしてんじゃん。よっしゃ、スーパーショット、何これ、スーパーショットが打てるっぽいな。マスターショット、おお、すげえ、必殺技っぽいのがあるんだよね。さあさあさあ、主人公笑顔かわいいな。はい、というわけでミッション全部クリアしてぶち勝ったみたいです。ガチャポイントなんてあるんだ。なるほど、そっか、テニスってあれか、こっちの線の内側じゃないとダメだろうね。お前強いな。前ならあのタワーのてっぺんを目指せるかもな。タワー？そう。アイリス可愛くね。あのテニスの塔のさ。へえ、なんだか面白そうじゃない。行ってみよっか。はい、というわけでなんかタワーを目指す感じっぽいですね。これがタワーか。最初オープニングでもあったやつですな。ほう。操作はやっぱりあれですね。プニコンなのでしやすいですね。タヌキがいる。ぶっちゃ大丈夫です。おら。勝てば上の階に登れるっていう感じですかな、これは。1回。おお、あ、よかった。思ったより可愛い感じの子ですな。あなたの実力、見せてもらえばね。いいだろう。あなたのサーブ、よし、俺のサーブから。わかんないですけど、さっきのコータとはちょっとレベルが違いそうだな。え、とりあえずアイリスと交代するの？属性効果。試合状況に合わせて選手が変更できるみたいですね。よし、ちょっとアイリスで頑張ってみましょうか。ほっ。おらー！さささ、ほっ、ちょっと早かったか。よっしゃ、あ、ちゃんとやりましょう。
やばいな、楽しいな。いくぜ。ほっ、ナイススピン。やばい、アウトショー。おし、楽しいな。アイリスかわいい。ナイスショット。どうだ。よーし、今のは追いつけなかっただろ、君。敵がね、こっちにいるときに僕は今こっちに打つっていうね。ちょっと高等テクニックに、ちょっと待って、アイリス体力ないな。ここは主人公行こう。ダイレクト。やばい。ダイレクト。あはぁ、よし、勝利でございます。やばいな、そもそものテニスのルールがちょっと曖昧なんで、ちゃんと覚えましょう。鍵が手に入った。コンプリート。よし、これで次の階への扉が開かれたっぽいですね。よし、キャラガチャができるようになったらタップするのよ。ほう。お、かすみ！よろしくね。かすみがいるよ。待って、これはもうガチャっていいんですか？ただでさせてくれそうですね、一回は。うわ、これ大事だよ。お願いします。何かこう、かわいいキャラ、かわいいキャラが。テニスの服が似合うかわいいキャラが。お？お？あ、銀かな？星2か！愛されるチアリーダー、エールちゃん。星2かー。可愛いから許す。はい、というわけでですね、多分星4が当たりだね。星、めちゃくちゃ笑顔が可愛いな。いいなぁ。フランもいんの？うわ、足がすごい。あー、マール。はい、というわけで新しいキャラのエールちゃんが手に入りました。すごいね。ダメダメ。ソウルボード機能は白猫と同じで、これで多分、能力を強くしていけるのではないかなと思います。はい、というわけであれから少し練習しました。もうすぐランク4、そして僕のエイルちゃんのレベルは38まで上がりました。やっぱね、あそこからタワーに上がるのはちょっと練習というか、やっぱいろいろ練習が必要みたいで、ツアーでちょびっと練習したので、これでちょっと最後もう一回タワー登ってみようと思います。私エール、メルシー。やべ、土下座されてる。やばいやばい。フランちゃんの匂いがさぞメルシーって言ってたから、なんか相手のフランちゃんはレベルが2だ。これはいけないこともないと思うぞ、俺。エイジとの、オイラのエールちゃんとの相性が悪いから、20% ダウンになってるんですよね。それが、うわー、いかに。いかにうまくいけるか。そしてロブを覚えたので、近い、やばい、やばい、やばい。大丈夫、レベルでカバーできる。あー、完全に今勝ったと思っちゃってた。負けないからね。しばらくこの効果属性が高い、アイリスさんでなんとか、稼ごう。うわ、返すか、それを。待って、ジュース飲み、ジュース飲みって、よいしょ、オッケー、オッケー、オッケー、大丈夫です。初確認、よし、これ来たっしょ。よし、よくやった。いい感じ。激戦だな。主人公で行きましょう、ここは。スタミナはなるべく温存しておきたい。ジュース、ジュース、ドリンク。来たんだね、これ。よし、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。決まったっしょ。よーし、よし、いいぞいいぞいいぞ。エールちゃん行こうか。チャンスチャンスチャンス。早かったか。お願い。よしよしよし、いけるいけるいける。マッチポイント。早かった、オッケー、グッド。うわ、やばい、やばい。大丈夫、相手の体力が少ないから、粘れ！勝ちました！ 4 回クリアでございます。エールちゃん、よくこの苦手なコートで頑張ってくれて。やっぱ苦手なコートとかもあるので、そのいろんなキャラクター選手をちゃんと育てておくのが大事だと思いました。よし、5回まで行きました、これで。はい、というわけで白猫テニス、テニス好きな人はもちろん楽しいと思うんですけども、白猫プロジェクトやってた方も、今まで白猫プロジェクトでその見てきたキャラクターたちがテニスをするというシーンがまた可愛くていいと思います。ガチャチケットが手に入ったので、最後もう一回ガチャ引きましょう。ガチャチケットで引けるっていうのもいいですね。さあ、何が出るでしょうか。耳がついてる男の子だ。早く試合に行こうよ。俺はこの子よりエールちゃん派でございます。獣人ちゃんか。はい、というわけで白猫テニス、テニス好きな人も白猫プロジェクト好きな人もぜひプレイしてみてください。操作性がすごい良かったので誰でも簡単に楽しめると思います。以上、今日の選手でした。バイバイ。